ダルサラーム級哨戒艦は、ブルネイ海軍が運用する哨戒艦の艦級。1998年、ブルネイは、イギリスのベーシステムズ社に対し、フリゲート3隻を発注した。これは、F-2000 型の設計に基づいており、ナコダラガム級として、同国海軍に収益する予定であった。艦は2005年に竣工したものの、政府は受け取りを拒否した。 原因は公表されなかったが、結局、これらの艦は、インドネシア海軍に売却されることになった。一方、ブルネイ海軍は、依然として、従来の小海艇、高速戦闘艇よりも大型の戦力を求めており、これに応じて建造されたのが本級である。戦型としては朝鮮首労型を採用している。ただし、戦闘艦班の後方に連続して、01艦班は、 完備まで延長されており、この部分はヘリコプター甲板として確保されている。またその下方には搭載艇のためのスリップウェイが設けられた。主機関は V 型12気筒の無ツ 12V1163TB93 ディーゼルエンジン2機によってそれぞれ両弦の軸機を駆動する方式とされた。主センサーとしては全小長部にテルマ社のスキャンター4100が搭載された。 これは、X バンドの二次元レーダーであり、距離90 m 高度35000フィートの探知性能を備えている。また、光学・赤外線捜索追尾システムとして、カールザイス社のメイオス2も搭載される。完備の搭載定用スリップウェイ建造は、ドイツブレーメン市のリュール戦車によって行われたが、これは、ナコダラガム級の転売先でもあった。2010年7月より、 会場公務に入り、2011年より収益した。ありがとうございます。